佐藤忠之は、日本の武道家。早稲田大学講師、早稲田大学合気道部師範、日本合気道協会理事兼師範。静岡県浜松市出身。8歳より、父、佐藤五十八郎の主催する、浜松養新館道場で柔道を学び始める。父五十八郎の柔道は、創始者、加納寺五郎推奨の伝統を受け継いだ柔道で、 現代の競技柔道とは異質の柔らかな柔道であった。父の死後、中学一年時に、養親館を訪れた父の友人である、富木賢治と、開校、初めて柔道に、理学体制の技があることを知り、その基礎の手ほどきを受けた。その後、柔道修行のため郷里を離れ、天理高校に入学し、父の柔道とは異なる近代型競技柔道に、親しむ。 卒業後、早稲田大学に進学し、富木賢治の勧めで柔道部には席を置かず、合気道部に入部、富木とその皇帝、大場秀夫に指示し、専門的に合気道を学び、選手として活躍。4年時には首相を務めた。2005年から早稲田大学エクステンションセンターで合気道の指導を担当し、翌年により、 同大学競技スポーツセンター講師また、スポーツ科学部講師として、合気道を呼び、柔術技法論を、指導、講義し、今に至っている。現在、早稲田大学合気道部師範、日本合気道協会理事兼師範、指示官、基礎図官、両大空会、両合会、静岡大学スポーツ合気道部、西日本合気道協議連盟の師範を兼務する、一方、 警察大学校では、逮捕熟課講師として、また、国際武道院では、日本柔術部の特別講師を務めている。ABC、愛機道を楽しむ、佐藤忠幸、公開講座早稲田大学エクステンションセンター。早稲田大学エクステンションセンター。2021年4月3日閲覧。ありがとうございます。